一般社団法人ネリマアニメーション会員。急虫プロダクション作品である、ワンサクンで動画を経験した後、スタジオライブに所属していた、アニメーターアニメーション演出家の坂井昭夫が、マットハウス、東京ムービーなどで、キャラクターデザイン、作画監督、演出を手掛けた後、1992年6月に、練馬マ平和で作画スタジオ、有限会社イマジンを創業させたのが、 その発祥である。設立当初は代表の井が拠点としていた東京ムービー新社の作画下請けを中心に活動していた。1993年に日米合作作品スワットカッツでグロス受けとして参加し、作画のみ参加から一話余るごとの制作を行えるところまで成長した。その後は海外合作作品のグロス受けをしつつ、 1999年の OVA 同級生にスペシャル卒業生より元受け制作を開始した。2001年にマッドハウスと共同で制作したディゼルマイによりテレビシリーズに進出するが2003年にはスタジオライブと共同で制作した変身三部作を最後にテレビシリーズから離れしばらくはマッドハウスの下受けを主としていた。2006年 株式会社に改装。2008年の狼と更新料より自社単独名義でのテレビシリーズの制作を開始したものの2012年以降はグロス受けを含めテレビシリーズの制作からは撤退。イマジン名義の作品履歴は途絶えている。アニメーション制作事業は子会社の A1C が中心になって継続している。2009年に アプリ開発会社グクプロジェクトを設立し、開発した各種スマートフォン向けアプリは一定の評価を得ている。ありがとうございます。